皆さんおはようございます。おはようございます。サギズリゾンドンって終わったんで、予定今日の運転もこの人で、はい、アニです。どうも今日は噂の東京湾、そうくせえくせえで有名な東京湾ですけどもそんなこと言わないでよ。遅刻でございます。あ、そうなんすよ。遅刻でございます。東京ドームです。東京ドームです。ネオブチェス東京です。東京六本木ヒルズです。あ、エッフェル塔です。はい、どうじゃ東京湾だよ。はい、どうじゃ兄さんが変なもん取りました。兄さん、ついに済みましたね。ハゼハゼゼーハーです。お、やった。でも夢の彼方へ、さあ行こう。ありがとうございます。よかったですね。というわけで坊主回避、ハゼちゃんを一匹釣りました。俺のハゼ俺のハゼおぜおぜおぜ、略しておぜさあ、じゃあ続いていきましょう。サビキを無理やりエントするっていう、まあ、釣りやるんですよね。釣りやるんですよね。これをだいぶパンパンにぎゅうぎゅうに詰め込んでね、投げて夢もぎゅうぎゅうに詰め込んでますから飛んでる際、これサビキだから長いから、はいはい、これあれですか、遠投する気ですからね。よいしょひどいですねで、ほっとくっていうね。だって魚来てないのに竿がん曲がりだもん。こんなに曲がってるもんねテンションかけてるところじゃねえ。めっちゃ来てんじゃない？めっちゃ来てんじゃない？これすごい引っかかってるこれ。あ、取れました。あ、取れました。こんなことやってるから坊主なんですよこんなことやってるから坊主なんですよちなみに圭一先生、ちょっと今顔が焼けてきてるんですけど。あ、ちょっと僕焼けてます？結構なんか赤いっすか？目のところ赤いっすね。やばいじゃんそれ。ちょっと対策しましょう。よし、これですよ。よし、よくみんなが塗ってるやつ。よし、塗っていきましょう。これ大変、あ、俺も腕ちょっと焼けてんな。自分もね、さっきね、やってもらったんですけど、ちょっと赤みがかってますね。まあ、まあ、こういうのをこう塗るわけですよね。ええ、日焼け対策は万全です逆になんか顔テカテカっていうの。え、マジで？ちょっとなんか足んない気がしてきたいや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 美白いや、ちょっと楽しくなってきたね。まあでもこれね、日焼け対策。いや、もうバッチリだね。もうバッチリ。さあ、時刻は1時を回りました。はい、まだ鈴は来ません。はい、兄が体張って顔真っ白にしてるのにあの人ったら。あれからはヒットなし。さすがドラゴン坊主。なんでこんな名前つけた。ダメなんだよな。海はなんかこうピクリとも来ないんだよな。来ないよね。以上、定期報告でございました。はい、はい、はい。もう無理やりテンション上げるしかないですよ。
対策してるのかい日陰にはこれ目の下私の名前はヌーチー、ヌーチーヌーチーじゃないヌーチーキヌどうもヌーチーですさあ、というわけでにぎやかしがやってきたんで、ここから怒涛の追い上げを聞きました。今日もドラゴンポーズじゃないんですよ。聞いたんすよやっぱりちっちゃいよし、後で逃がしてやろうこれは正義の味方だ。そうですね、正義の味方なの。そう、ヌーチーは正義の味方だよ。そうなの。そうだよ、そこら辺にこうやって正義の味方が遅刻していいの。じゃあ人、あ、魚助けてたんだ囚われてる奴らが多くてさな、ヌーチーとしては稚魚ね、俺の稚魚たちが捕まってたらさ、うん、助けないといけないじゃん。あ、そうなの。あ、じゃあこういうのを、そう、こういうの、こういうのをひたすら助けてたの。そう。それだって泥棒じゃないですか。違うよ、海のものだろ。海のものだろお前のものじゃねえよヌーチーのだよヌーチーのだよヌーチーのだよヌーチーの、ヌーチーのなの。そうなの。そうなの。ヌーチーもうちょっと真面目やってください。兄さんなんてあんなにかもう何も言わずに淡々と釣ってんすよ。つかね、 あいつもしかして俺のまたチヌたちをチヌじゃないよ。チヌじゃないよ。そうはさせるかヌーチーがお前か、俺のいやチーってなんすか。なに、敵なの。敵なの。敵だよ俺。急にカメラ回し始めたけど、ちょっと まだ新しい情報だ。さっき正義の味方ついたじゃないですか。騙されやがったなお前ら俺はお前たちに捕獲された稚魚たちを助けるヌーチーだぞ。ヌーチーか。はい、これからですねそう、はい、これからですね、磯目をかけた男気じゃんけん、はい、男気じゃんけんっていうと、はい、勝った人が、うん、あれですよね、出すんだよ。出すんですよね、うん、そうそうそう、喜ばなきゃ、喜ばしいことです。喜ばしい、出せるんですか。そう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 、でも俺はできる限り餌は買わない。どうすん俺の稚魚が捕獲される確率が上がるってことだろ。いや、でもヌーチーからすると保護することになりますよ。ちょっと感動した感動した発想の展開発想の展開ですさあやりますよ。よーし、いくぞー。ヌーちょっとルール教えて。ルール分かんない。ちんやれよちゃんと。これは何なの。これ一番強いチョキだからグーチョキパーみたいなやつだろ。そうずるいね。ずるい、ダメだよ。じゃあ最初はヌーチーでやる。最初はヌーチー、じゃんけんヌーチー。最初はヌーチー1ですけど。じゃんけん1ですけどいいですよ。最初はヌーチー、じゃんけんポン。うわぁ、飛ばしてるな、お前ら。わかんないんだよ。最初はヌチじゃんけんぽんやべぇ。違うよ練習だろ。じゃあお願いします。何その最初のヌチって最初はヌチじゃんけんぽん。ヌチ支払いです。あ、支払いだ。そうですよヌチ支払いですよ。だって男気じゃんけんですもん。男気じゃんけん勝ったじゃないですか。ルール間違った。ヌチゴチです。まあヌチが子供たちを保護してくれるっていう。そうですよ、自ら率先して保護するっていうマジかよ。じゃあヌチじゃあヌチ行ってらっしゃい。やっぱこのまま行ったそう行ってないで追っかけますよ追っかけます。私遠目から見てますから買ってきてください。そのまま俺一人だけだとほら変な人だと思われるんじゃん。
これ遅れてきたと思ったらそんな小細工用意しやがって。今日遅刻してきたから俺これでやるわそれでやるの本当それでやるんですか暑いから5メートルぐらい離れてもらっていいですかいやなんかタクシーの運転手にこの辺で何するんですかって言ったら、うん、黒台とかだなとかって言われたらしい。あ、そうなんだ。チムじゃなかったっけ。黒台がチムだっていうことをね、うん、知らなかった。知らなかったんです。なんだよチムって言わねえなこの人と思って、うん、なんだかと思ったら最後に、うん、あ、黒台のことチムって言うんだよって言われてあれ